どうもしゅんです。こんにちは。今回もあのモスバーガーの会長の桜田さんにお越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。今回は実際の就活生のお悩みにあの答えていただけたらなと思っています。で、今回あの来ていただいた就活生なんですけども、結構切実なあの悩みがあるっていうところで、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。そうですね、明治大学情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科4年生の加納と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の就職活動状況を簡単に伺ってもよろしいですか。状況がひどい、はい、ひどいひどい、はい、友達嘘ついてるんですけど、内定取ったって言ってるんですけど、言っちゃってる、言っちゃってるんですけど、はい、内定取ってない、はい、何社ぐらい受けたんでしたっけ。70社ぐらい、まあ、受けた、もうちょい受けてるかもしれないですけど、はい、その触りというか説明会とかもっといっぱい受けてると思うんですけど、うん、なんでその友達にお前どう、はい、みたいな嘘のこう、なんかそっちの方が面白いなと思ってそのなんか最近嘘ってクリエイティブだなと思ってしまって、その小説とかも全部そうですけど、まあ、全部ストーリーじゃないですか。ああ、そういう意味なんですね。いや、なんかついたらどういう展開に発展するんだろうっていうのが最近あって、ちなみに僕は本当はバカ正直なんで、はい、あ、そうなんですか。自分であんまりバカ正直って言わない。今の就活の状況としては70社以上受けたけどまだ内定が出てない状況っていうところで、はい、で今4年生っていうところで切実に悩んでいるっていうところで、その中での悩みを厳選していただいて、今回2つほど悩みを持ってきていただいたので、ちょっと発表、まず1つ目からお願いしてもよろしいですか。自分のやっぱり PR ポイントがないと志望企業がないっていう、自己 PR のポイントがないっていうふうに挙げていただいてるんですけど、具体的にどんな、はい、感じなんですかね。いろんなことやったなと思っていて、4年間1個成果を出せたものは確かにないのかな。どういうことされてたんですか。こう笑いサークルで、ね、パフォーマンスというか、いろいろ他にもフィッチャーエコーやったりだと か、うん、か営業のインターンを やりたい時期とかもあって、プログラミングやりたい時期とか、そしたらコロナが重なったみたいなとかもいろいろあって動いてない時期もあって、じゃあそれをガクチカで話すかったらボツになった企画の話してもしょうがないじゃないですか。いや、そんなことないと思う伝え方の部分とか、もしくは自信を持ってこれができるみたいなアピールができないっていうのが今の悩みっていうことですね。根幹はやっぱり自信がないんですよね。堂々としてるなって思いますけどね。いや、なんか話すのは好きなんですけど、うん、自信は全くなくて、超ナルシストですよね。私がたくさんの方をこう見てた中で、いかにもナルシストみたいなね、いや、そういうこと言われてるでしょうっていうナルシストと、見せてない風にしてるけれども、もうすでに見られちゃってる、見られちゃってる、だから正直なんですよ。逆に就職することだけが人生じゃないと思って、僕自身も就活しまくった結果就職しなかったんですけども、どういう風な人生を送りたいとかってありますか。面白い人生行きたいんですよね。どういう風になったら面白いとかってありますか。求める面白さって何なんですか。イメージがつかないとかあるんですけど、レールに乗ってない方がいいと思ってて、全く今のところその成果がそこまで出てない、人望もないし人がついてこないんですよ、ね、で YouTube のフォロー185人少ない面白くないのに面白いこと言おうって全然面白くないじゃないですか。でも中にはお笑いの世界の人もお付き合いがあるんだけども、滑るってことはあるじゃないですか。滑ったことをまた一つのこう価値に変えるっていう滑り方を持ってる人と、それやったら終わりだよって人とね、そこはね、その人のもともと持った経験とか資質ですよ。滑って転んでもうどっか行っちゃったみたいなタイプです今。だから転がって転がってなんか知らないけどまた戻ってきたみたいになればいいんですよね。でも就職活動をされてるってことは、一応就職をしようかなとも思ってるってことですか。就職も別に楽しいんじゃないかっていう思いはあった、友達とかソフトバンクとか行ってるんでいいじゃんって思って、ご両親は自分の息子のことはどうするんだとか、そういうふうにはなんかコメントないんですか。普通にもう情けないって、なんか大化けするか終わっちゃうかみたいな気もします。なんかその普通な人生を送らなくていい気もしますね。なんかやりたいこととかはまだ決まってないっていう感じなんですかね。こういうことやりたいなとかってありますか。10キロ痩せたいってのがあって、仕事関係でやりたいこととかってありますIT 系の企業とかその営業職みたいなのは興味があって、さっきからどちらかってます話が何でもいいけども、アルバイトいろんなことやってみたらどうですか。やっぱりこうちゃんととりあえずなんか仕事してみようっていうのも、いろんなことして、さっき何やりましたかって聞いたら、まあ、いやそんなにたくさんでもないなと思ったんで、もっともっといっぱい打席を見立つっていう、業種業態を含めて
いろんなことをやった時になんかポンとなんか見つかるかもしれない、うん、だからそのすごく持ってる潜在性が周りも自分も気がついてないかもしれないから、それはなんかこう何か出会いとかきっかけでね、人間ってごく変わるじゃないですか、はい、そこまで行き着いてないんですよ。5年後とか10年後どうなってるかちょっとまた知りたいなと思いました。やりたいことが見つかったりとかどういう感じになるのかなっていうところを僕らとしても応援してます。どうですか今回撮影に来てちょっと感想をちょっと一言で。え、悩みはもう全部解決しました。本当に解決もしてないかもしれない。そもそも悩みじゃないのかもなっていうふうに思ったのと、まあでも加納さんの人間性が教えたので、僕自身もすごい貴重な経験になりました。ありがとうございます。今回桜田さんの素敵な人間性も見れたと思うので、ぜひモスバーガーで働きたい方は下の概要欄からぜひエントリーしてください。